はい、今日もあなたと百姓天国。本日は12月8日ですね。そうですか。12月8日金曜日ですね。はい、第2週のね金曜日ということで収穫出荷。はいね、茎ブロッコリーは順調でございますね。はい、さあ人参畑に来たんですけど、よいしょ。さあ、第2週の12月ということでね、人参もちょっとずつですけどね、今年はもう結構ね直売出しをやめたので人参結構余ってますからね、欲しい方はね、あの送料込みで、10キロ4000円になりますかね、発送いたしますのでね、欲しい方は百姓の園のホームページから連絡いただければと思います。今日からねこのパープルをちょっとね出していきます。あと取れない、ね、はいはい、まああの変化というかね、ちょっと硬いね土がね、もうちょっと柔らかいところから取りますか。そんなにねこればっかり入れても、あの普通の人参の方がお客様はね喜びますので、あくまでもねあのあれ取れないじゃん、土が硬いんだね。いや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 、取れないじゃん。はい、人参は零作2年目ですからね。あるあるあるスコップ持ってかなきゃいけないんだ。持ってくるのはちょっとね、はい、取れないな。この辺がやっぱりちょいとあれですね、もうちょっと土作りしないとダメですね。取れないな、掘れないや。よいしょ、スコップを持ってきましょう今度はね。はい、まあお客様には何本か入ればいいので今日はね。あらダメだね、どっか柔らかいとこ見つけないと。この辺はどうですか。ダメだね、掘れないじゃん、みんな切れちゃうじゃん。参ったね参ったね。どの辺が柔らかい。まあこんなもんですかね。
相変わらず体調は最悪でございましてね、全く機能しておりません。この12月はね、本当にね、畑仕事は全く進んでおりませんね。まあ、そんなにね、農閑期ですからいいんですけど、ただやっぱり12月1月がね、まあ、1月10日からもうね、じゃがいも始まっちゃうんで、そういう意味ではね、この冬の間の準備ってすごく大事なんですけど、今年はね、冬の間いろんなやりたかったことがあるんですけど、まあ研修生が辞めちゃったってことも含めてね、ちょっともう予定が大幅に狂っておりましてね、もういくつかのことが予定変更になってきておりますね。まあしょうがないんですけどもね。なので、まあ研修生を広く募集いたしておるんですが、よければね、お手伝いや野菜勉強したいという方はね、家庭菜園の方でも全然いいのでね、で別に毎日来る必要は全くないです。1ヶ月に1回でもいいですし、たまに来てね、畑を覗くだけでも、見るだけでもね、多分勉強にはなるんじゃないのかなと思うんですよね。はい、こっちは柔らかいよね。別に男性だけじゃなくて女性の方でも全然手伝っていただければ、そんなね、助かりますんで。まあ今年はだからね、ちょっと12月1月はね、様子見でやるしかないですね。私もちょっと疲れました。引退がカウントダウンは始まっているんですけどね、思った以上にそれがね、10年とかもう切ってる可能性もゼロじゃないですね。百姓がね、体が動くなったらどうすんのって話でね、日本全国講演会でもして歩けるぐらい年バリューとね、僕の友人でもちろんオーガニック農家ですけど、本書いてね、もうベストセラー作家になったやつがいるんですよ。彼なんかもう日本全国ね、講演会で飛び回ってますから、羨ましいですよね。まあもともとそういう才能があった人なんですけど、やっぱあれですよね、こういう時にね、肉体労働者というのはいかにしてね、知性のあるそういう知的な仕事に対してやっぱ憧れがありますよね。いや、体が、百姓が体にダメになった時に何か知的労働でご飯が食べれればいいのに、私の場合はどうやらね、そう思って今一生懸命農業講座やってるんですけどね。まあなんでしょうね、こう言ってはあれですけど、真実を伝えようとすればするほどね、やっぱりこう、なんでしょうね、本当に、まあ YouTube でもそうですけど、耳心地が良くて優しくてね、なんでしょう、ふわっとしたね、特に農業とかはふわっとしたキャラクターね、私のようにこんなね、きつい口調で、きつい口調って言ってますけど、会ってみれば私普通の人なんですよ。だけどそれがね、農業 YouTube だとこうやって僕が普段やっている普通の意識でね、普段畑に向かっている意識で、あ、後半が出来上がってきた、普段畑に向かっている意識でもって、それを普通に語るだけで、おそらく普通の人にとってはきつい口調に聞こえるんですよね。それぐらいね、なんていうのかな、農業っていうのはこうふわっとしてないとダメなんですよね。優しいキャラクターでしょ。はい、じゃあその動画を配信するときだけキャラクターを演じればいいのかって話になるわけでしょ。本当のことを本当に伝えようとしてるだけなんですけどね。でもそれを言っても
元のイメージの方が皆さん方が強いわけですよ、一般の人っていうのはね、うん、だ皆さん農業を隣のトトロだと思ってるから、隣のトトロの中に出てくる人物に自分がなっていかないと難しいんですよねっていうことなのかなと思うんですけど、これが後半戦のね、越冬してのパープル人参ね。今年はパープル人参はこうやって2段階に分けて撒いたんですけどね、後半の方がいいのかな、はい、葉っぱが柔らかそうでね、これ2月3月ぐらいまで持てばいいかなって感じなんですけどねはいはい、よいしょ。今日は人参はね、こうやってパープルとね普通のとが混じりますね、こんな感じでね、はいはい、よいしょ。昔ね、漫画を作っている編集者がなんか知りませんけど、ちらっとね聞いて、あ、これは大事なことだなっていうのがねあったんですけど、漫画で成功するには3つだって言ってるわけですね。まず主人公のキャラクター、そしてその物語にある全体の世界観ね、例えばその仮想的な、例えばなんか宇宙空間とかね、あるいはガンダムのような未来世紀とか、いろいろあるじゃないですかね、キャラクター、世界観、そしてストーリー性ね、どんな風にねストーリーが、あの北の国からのように子供時代からね大きくなって成長して、そしてやがてどうなっていくみたいなね、このストーリーの面白さね、キャラクター、世界観、そしてストーリーと、この3つだって。これがね、どれが欠けてもやっぱり当たらないというね。だからヒットしている漫画とかっていうのは全部これがしっかりと、まずキャラクターですよね、キャラクターがしっかりしている、それがだから主人公は大衆に受け入れられなくてはいけないね、だけどもそこに斬新さがなくてはいけないね。例えば機動戦士ガンダムのアムロレイであれば、昔は巨人の星のね、星ヒューマのようにああいうキャラクターだったわけです、昭和40年代は。だけども私が中学の時見たガンダムのアムロレイはね、天才的なパイロットであるにもかかわらず逃げちゃうわけですねこれが斬新だったわけですよね、例えばの話ですよね。そんな感じで今はどういうキャラクターが受けるかそれは知りませんけど、キャラクター、そしてその世界観ですよね。ああいう地球連邦対ジオン軍っていったような新しい、そのね、これから人類が迎えるであろう、人類が宇宙に出ていった時に迎える、現実的なことですよね、リアリティがありますよね、はい、その世界観が、ある程度理解され受け入れられなくてはいけないね。そしてストーリーね、はい、なるほどなとすごく思いました。それすごく覚えてるんですよ。昔全然関係ないですけど、私収穫なのにくっちゃべってる場合じゃないんですけど、大学を卒業する時がもう27なんですよ、私ね、2浪して、そして3年留学してるわけです。大学在学中に僕はもう夜の世界で働いてたので、で最後ね仲間とか会社作ったりいろいろしてたんですけど、大学に戻ってね、もう辞めて、夜の世界辞めて大学に戻って1年間勉強して卒業して、さ、そういう風にねしてる、まだ20代、もちろん農業やるずっと前の話ですよね、時に何の仕事しようかと思った時にね、大学が関西だったもんですから、京都のね渦政ってあるじゃないですか、京都のその松竹とか、ああいうところね、シナリオライター、映画制作のその脚本家養成っていうのに僕は通ったことがあるんですね、はい、で自分でこうやって文章を書いて添削してもらうんね、はい、それまあ半年ね、まあお金払って半年ぐらいだったんですけど、まあね、これで飯が食えるようになるとはちょっとね思えなかったですけどね、とてもきつい世界なんでね、行けばわかると思いますけど、皆さんね、今はどうか知らないですよ、まあ今なんて言葉で言うとあれですけど、ほとんどね反社的な雰囲気なんでねそんなこと言っちゃいけないか、はい、まあちょっとそこでやっていくのはねって、また水商売やってたね、水商売終わってまたそっちの世界かと思ってね。でもあの時続けていればどうなったんですかね、私もね、もしかしたら映画に関わる仕事ができていればね、それはそれでまた別の人生だったんですかね、面白いですね、やっぱ人生でこうね、一つのその選択ね、はい、
やり続けることができればね、それもどっかにはたどり着いたのかもしれませんけど、半年くらいでやめちゃいましたけどね。その後まさかね、百姓になるとは思いませんでしたが、はい、ということでね、人参、今日はね、パープルを収穫している百姓農園の動画でございました。はい、それではまた。